はい、今回はキャンピングカーに対する世間のイメージが悪すぎる件についてお話ししたいと思います。2021年6月なんですけど、先日ちょっとヤフーニュースにキャンピングカーに関するニュースが載って、それは何かって言ったら、道の駅が、6駅新たに追加されるっていうニュースで、タイトルが、道の駅新たに6駅追加キャンプカー OK っていう見出しだったので、もうキャンピングカー、まあその6駅のうちキャンプカー OK っていうタイトルにかかってるのは一つだけで、茨城県の道の駅笠間っていうところの、道の駅笠間っていう新しくオープンする道の駅にはもうそのキャンピングカー専用サイトっていうのをもうあらかじめ作ってるみたいな記事だったんですけど、その記事にまあヤフーコメントがこうパーッと入ってて、まあキャンピングカーの記事なんで、そのコメントもちょっと興味深くて見てみたら、結構そのキャンピングカーに対するイメージが悪いということで、ちょっと紹介したいと思います。まずそのコメントですね、コメントをちょっと今読みます。ジジイしか乗ってないイメージ、これキャンピングカーに対してジジイしか乗ってないイメージ、まあちょっと、まあ、僕自身ジジイなんで、おじさんなんで、まあ否定はできないんですけど、まあ、うん、今はもう全然ね、 YouTube とか見ても若い人が乗ってるので、別にジジイしか乗ってないイメージっていうのは昔ですよね。昔はやっぱり定年退職した方が、まあ、日本一周とかをお楽しむっていう感じだったんですけど、今は全然若い人でも乗ってますし、家族でも乗ってますし、まあこれはちょっと時代は変わってるなっていう感じはします。で次に、キャンピングカー OK でも車の外で BBQ するな、はい、これ結構問題になってて、キャンピングカー持ってる人が道の駅とかでその外にテーブルと椅子を出してバーベキューしちゃってるみたいな、たまに見かけるんですけど、まあ、これはそうですね、マナー違反ですね。まあ、僕は沖縄県なんでそういうのを見たことがないんですけど、たまにその SNS とかで Twitter とかでこのやってる人の方がこう流れてきて、すごいバットが入るみたいな、まあそんな感じですね。これはもう本当おっしゃる通りマナー違反だと思います。で次が、わざわざキャンピングカーで旅しているのに道の駅に泊まる持ってキャンピングカーのオーナーさんは本意なのかしら、キャンプ場やら手つかずの、山海川で過ごすための車じゃないんかなっていう、まあこれもちょっとやっぱキャンピングカーを持ってない方はそういうイメージがあると思うんですけど、まあキャンピングカーの使い方は様々で、もちろんその人が来ないところに泊まって行けるっていうのはまさにその通りで、まあ我が家の場合も沖縄県の北部白海水族館よりも北、ほとんど人が来ないところの海行って、まあ、遊んだりとかっていう使い方はしてるんですけど、まあそうですね、こういう使い方ももちろんあるんですけど、まあ、道の駅に泊まるっていうのもすごくキャンピングカーの使い方の一つで、やっぱり観光名所、他県の観光名所とか行ったりする場合はやっぱり道の駅がすごく程よい場所であって、しかもまあ内地の道の駅は温泉があったりとか、まあ、もちろんその食べ物食事どころでそのご当地の、ね、食べ物が食べれるっていうところもあって、すごく道の駅便利ですよね、はい、なので別にキャンピングカーだから、人がいないようなところに行くってわけではなくて全然使うと思います。実際僕は今沖縄県、キャンピングカーは沖縄県に移住してから購入しているのでほぼ沖縄県で使ってるんですけど、昔ステップワゴンを使って車中泊旅行をしてた時は、まあ本当いろんなところの道の駅に泊まって温泉入ったり、
そのご当地の食べ物を食べたりっていう旅行をすごく楽しんでいて、道の駅はものすごく便利な場所でした。うん、秋田県確か浅虫温泉とかは遊佐浅虫とかって確か道の駅だと思うんですけど、とか、そうですね、秋田結構道の駅温泉はいっぱい入りましたね。道の駅とか道の駅の近くの温泉とかはものすごくいっぱい入った記憶があります。はい、次行きます。キャンピングカーは迷惑だからと締め出したくなるけど、逆に受け入れるのもありですね。マナーよく利用してくれると良いけど、本当キャンピングカーってこのそういう一部の、マナー違反の方、外にテーブルを出してバーベキューやっちゃったりとか、なんかこうトイレで炊事とかやっちゃったりとかっていう一部のマナー違反の人はものすごく少ないと思う、あの数は。だけどやっぱりキャンピングカーなのですごい目立っちゃってるので、なんかそのイメージが強い。逆に多分本当 0.何%、キャンピングカーユーザーの 1% とかっていうぐらいの低い割合だと思うんですけど、それをやっちゃってる人が、特にもしかしたらレンタカーとか、あんまりそのキャンピングカー持ってる人ってそういうマナー違反しないような気がするんですけど、そのためにキャンピングカーが道の駅に入ってくると迷惑みたいな状況になってると思います。これは非常に残念ですね。はい、そして、いわゆる道の駅で車中泊が流行っているようだが、マナーが悪いのも事実。ガスコンロなので夜中に料理して騒いだり、ゴミを持ち帰らない、大型車両スペースに物を広げて止めさせないとか、トイレを借りたいにも止められない。はい、やっぱこの方も、キャンピングカーのマナーの悪さが気になってるようですね。そうですね、やっぱりなんかこうやって、まあ、僕沖縄県なんで、そんな、沖縄県で遊んでて、内地に行ったのは2回だけ、キャンピングカーで内地に行ったのは2回だけ、2015年なのでもう6年前ですね。6年間はもう内地でキャンピングカーは使ってないんですけど、やっぱりネットでこういう情報を見るとすごく行きづらいなっていうところはものすごく感じて、だとしたらやっぱり RV パークとかオートキャンプ場を使って旅するのがいいのかなとか思ってるんですけど、やっぱ道の駅にね泊まれるとものすごく便利なので、やっぱキャンピングカーユーザーさんはみんなマナーを守って車中泊を楽しめば良いなって思います。